ケープマレーとは南アフリカ共和国に存在する民族集団及びそのコミュニティの一つ。名称はかつて南アフリカに存在したケープ州及び東南アジアの海の民族に由来する。大部分は数世紀にわたったオランダ海上帝国期、近代インドネシアのジャワ人及び1641年から1824年に、 かけてのオランダ領マラッカを羊とする人々である。コミュニティの最初期の構成員はオランダ東インド会社によって連れて来られたジャワ人の奴隷であった。その後、東南アジア各地の奴隷や現在のインドネシア領土に相当する地域を支配したオランダに反抗した政治上の反体制派やムスリムの宗教指導者などが国外追放という形で後に続いた。また、 コイコイジニアインド系住民を祖先とする者もいる。1654年よりこれらの抵抗者はオランダ東インド会社によって南アフリカに追放され投獄されたが、その際、ヨーロッパアジア間の船舶航行の寄港地である今日ケープタウンと呼ばれる場所が用いられた。これらの人々は南アフリカにイスラームをもたらした最初のグループであった。ケープマレーのアイデンティティは 民族集団の定義と同様、自らの一連の歴史とコミュニティによって生み出されると考えられている。多くのケープマレーは、マレー人が祖先であることよりも、ムスリムであることに、自分自身のアイデンティティを見出しているので、コミュニティ内外から、ある状況においては、ケープマレー内史は、マレーと、また別の状況では、ケープムスリムと描写されている。また、起源となった、 インドネシア人奴隷は南アジアや東南アジアからの奴隷、マダガスカルや土着のアフリカの人々を含めた多様な民族集団との通婚が長年にわたって行われている。1970年代初めから今日までこのコミュニティの一部の成員、特に南アフリカの幅広い自由化運動へ政治的に忠義を誓う者は黒人意識運動の観点からブラックであることに 自らのアイデンティティを見出している。かつてケープマレーはアパルトヘイト時における政府の民族分類によればカラードの海外年であった。多くの南アフリカの人々のように一部の状況においてはケープマレーはしばしば多くの大陸や宗教からの人々の子孫であると描写される。マレーという子はアジアの港湾都市で話されていた。 リングはフランカであるマラヨポルトガル語が起源である。第6区のマレーコーラスマレーコーラス大会このコミュニティの創設者たちは南アフリカにイスラームを伝えた最初の人々であった。このコミュニティの文化と伝統はその重要性が失われていると今日感じられている。トマトブレディ、ボボチエ、ソサチエ、国シスターといったこの地に適合した伝統料理は 多くの南アフリカの家庭にとって重要である。ケープタウンには大きく活発なムスリムコミュニティが残っている。このコミュニティは南アフリカで最初のモスクを始めた国外追放者を大きく超えて拡大している。ケープマレーコミュニティの人々は一般的にアフリカンス語や英語、あるいはこれら言語の方言を話す。コミュニティの人々は マレー語など自分たちの祖先が話していた言語をもはや話すことはないものの多くのマレー語の単語や語句が今でも日常的に採用されている。文化活動グループは特徴的なケープマレー音楽を発展させた。オランダを起源とする興味深い世俗的な民族音楽の形式はオランダ化と名付けられている。この音楽分野における歌詞と音楽の様式は 南アフリカの奴隷の歴史を反映している。この音楽はしばしばその構成と文脈にて悲しさや感情を描写したり気付かされたりする。オランダ化はアラベスクスタイルの歌唱方法からの影響を示している。ケープマレー音楽は学者、歴史家、音楽人類学者、作家、そして政治家からも大きな関心が寄せられている。毎年開催される。 ケープタウンミンストレルショー、すなわちカーニバルストリートフェスティバルは、ケープマレーに深く根差した文化行事である。この行事は、ケープマレー音楽、あるいはモッピエを組み込んでいる。ギマと呼ばれる、パル型のドラムは、ケープマレー音楽と密接に関係している。ボカープ、ケープタウンのマレークーターケープマレーとみなされている、人々は、ケープタウンには、約16万6千人。 ヨハネスブルグには約1万人いると推計されている。ケープタウンにある特徴的なマレークーターはシグナルヒルにありボカープと呼ばれている。多くのケープマレーは南アフリカの多様な民族の中にあってアパルトヘイト政策の政府によって強制的に自分の家から立ちのかされ、ケープフラットのタウンシップへ配置される前は第6区で暮らしていた。 多くのケープムスリムが集まるクレアモントロードモスクは反アバルトヘイト運動の重要な拠点であった。イスラーム法学者であるハリドイサクはこのコミュニティ出身である。マレーシア人と南アフリカ人の間には南アフリカが国際社会に復帰した際に関係が結ばれた。南アフリカによる国際社会復帰はマレーシア政府をはじめ他の東南アジア諸国から歓迎された。 マレーシア作家協会連盟のような NGO はディアスポラであるケープマレーのコミュニティとのつながりを打ち立てている。ありがとうございます。